TV アニメ新幹線変形ロボシンカリオンのファンイベント、超進化研究所が送る夏のシンカリオン感謝祭2019が8月11日に開催。そのオフィシャルレポートが到着したのでご紹介しよう。 TV アニメ新幹線変形ロボシンカリオンのファンイベント、超進化研究所が送る夏のシンカリオン感謝祭2019が8月11日に開催。そのオフィシャルレポートが到着したのでご紹介しよう。新幹線変形ロボシンカリオンは2018年1月より TBS 系全国28局ネットで放送されてきた TV アニメ。新幹線が変形してロボットとなる斬新な設定をベースに、丁寧に作り込まれたキャラクターが生きる豊かな物語で、子供だけに限らず大人からの支持も獲得した。2019年12月には劇場版新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ X の公開を予定している。去る8月11日、本作のファンイベント超進化研究所が送る夏のシンカリオン感謝祭2019が東京イオンシネマシアタス調布にて開催。イベントでは主人公の即すぎ早田役さくらあやねさん、小川北役沼倉まなみさん、大門山貫き役村川理恵さん、清流役新藤圭さん、総監督の池添貴博さん、監督の板井宏樹さんが登壇。また玄武役マックスウェル・パワーズさんが MC を務めたオフィシャルレポート。お盆真っ只中にもかかわらず満員御礼となった同イベント。まず行われたのは、事前に公式ツイッターで募集した質問に答えていく回答教えてシンカリオンのコーナー。シンカリオンに出てきたセリフ、用語で現場やプライベートで使ったり流行ったりした言葉はありますか、という質問が寄せられ、さくらさんは「は良いものだ」を挙げ、理由として使い勝手が良い、現代でいう尊いの代わりに使えますと回答。作品の裏設定はありますか、という質問では、池添総監督から制作秘話やアフレコの裏話などが明かされる場面も。またイベント恒例となっている新作オリジナルエピソード生朗読のコーナーでは、このイベントのためだけに書き下ろされた最終話の少し前のお話や、キャストオーディション時に使用されたものの本編では公開されなかった幻のシーンなどのオリジナル朗読劇を2本披露。声優陣の声で紡がれる物語に会場は聞き入っていた。続いてはみんなで見ようシンカリオン最終話のコーナー。6月29日に放送された最終回第76話を大スクリーンでキャストとお客様が一緒に鑑賞。本編を見ながら、さくらさんたちによって繰り広げられる貴重な最終回生コメンタリーでは、門外不出の裏話も。池添総監督からは、最終回の超進化研究所の総合司令室の机はドクターイエローの形なんですとプチ裏話も。ブラックシンカリオン用画をハヤト、秋田、貫きたち全員で追跡するシーンで、主題歌シンカリロンが流れ始めると、会場一体となってガンガンズダンダンと大合唱し、エンディングで再びシンカリロンが流れると、今度はさくらさんはじめキャストもファンに応えるように歌い出し、
会場が一つとなって最終回のよ。さらに、イベント内では劇場版、新幹線変形ロボシンカリオン。未来から来た新速のアルファ X の新着情報が解禁に。映画の舞台が北海道から始まるということが発表され、ハヤトたちの私服、冬バージョンの画像や、制作ために行われた北海道ロケ班の様子を特別に公開した。劇場版で再び監督を担う池添総監督は、特別に許可をもらって新幹線が通るトンネルを散策してどこを登場させましょうか。って相談しながらロケ班しました。とにかく寒かった。と苦労話を思わず吐露する一面も。加えて、映画で変形した姿を初めて見せる、JR 東日本の試験車両、アルファ X の紹介がスクリーンに映し出され、車両についての説明を受けたさくらさんは、アルファ X は、今の子供たちが将来たくさん利用するであろう、未来の新幹線になるために、今、いろんな試験をしていますよね。そんな未来を背負っているアルファ X をシンカリオンとして見られるのはとっても夢があることですし、未来に進んでいる感じがしていいなと思いました。本物のアルファ X も映画で描かれるシンカリオンのアルファ X も両方注目してもらえたらと思います。と思いを語った。そして、アルファ X の運転手となる謎の少年の新情報として、アルファ X をモチーフにカラーリングされたパイロットスーツが公開。新キャラクターにキャスト陣も興味津々だったものの、この少年について池添総監督は、まだ何も言えません。と。キャストだけでなく、観客からも、と詳細を惜しむ声が上がった。最後に、さくらさんから集まったファンに向けて、劇場版も同じチームで作っていきます。期待に応えられるように全力で頑張っていきますので、ぜひスクリーンでまたお会いしましょう。また私自身、これから先のシンカリオンにもハヤトとして関われたら嬉しいなと思っています。とメッセージ。12月に公開となる劇場版、新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ X の期待をますます加速させるようなイベントとなった。登壇者コメント。さくらあやねさん、この作品に出会えてのコメント。イベントコメント。私たちが一つのエピソードを作るのに、アフレコに4から5時間、作画にはさらにそれ以上、たくさんの人たちが時間を費やしています。先ほど、皆さんと一緒にその中の一話を見て、それぞれの喜怒哀楽を感じさせていただき、費やしてきた何十時間が報われた気がしました。皆さんの声援にはそんなパワーがあります。劇場版も同じチームで作っていきます。期待に応えられるように全力で頑張っていきますので、ぜひスクリーンでまたお会いしましょう。また私自身、これから先のシンカリオンにもハヤトとして関われたら嬉しいなと思っています。沼倉まなみさん、この作品に出会えてのコメントイベントコメント。秋田のオーディションを受けたのが丸2年前だったのですが、その頃は子。放送の期間が延びたり、街中でハヤブサのリュックを背負って、シンカリオン。と叫んでいるお子さんを見たり、自分に返ってくる声を聞くことで、シンカリオンの世界やエネルギーが広がっていくのを感じて、ここまで来れたことをありがたく思っています。
今日見た何倍もの時間のシンカリオンをスクリーンで見られるのがとても楽しみです。これからもハヤトやアキタたちを存分に可愛がっていってください。村川理恵さん、この作品に出会えてのコメントイベントコメント。シンカリオンは老若男女の方に愛していただいている作品だということを強く感じました。私もシンカリオンに参加できて本当に嬉しいですし、貫きを演じられて本当に良かったと思っています。劇場版以降も貫きたちに会えたら嬉しいです。まずは劇場版に向けて尊い日々をお過ごしいただければと思います。新藤圭さん、この作品に出会えてのコメントイベントコメント。シンカリオンのイベントに参加したのは去年の夏以来だったこともあり、緊張と楽しみの中で今日を迎えたのですが、放送が終わってからも皆さん熱い思いを感じられ、最終回もみんなで楽しんで見ることができ、この作品に参加してよかったと心から思いました。この熱もそのままに劇場版に臨みたいと思います。声優の声で甘いものとシンカリオンは最高だ。池添貴博さん、劇場版に向けて。本日はたくさんの方にお越しいただいて本当に嬉しいです。新幹線が変形してロボットとなる斬新な設定をベースに、丁寧に作り込まれたキャラクターが生きる豊かな物語で、子供だけに限らず、大人からの支持も獲得した。2019年12月には劇場版新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ X の公開を予定している。去る8月11日、本作のファンイベント超進化研究所が送る夏のシンカリオン感謝祭2019が東京イオンシネマシアタス調布にて開催。劇場版を早く皆さんに見ていただきたいので、やるしかない、という気持ちです。スクリーンで見ていただいて、うわっ、で驚いてもらえる作品にしたいと、スタッフ一同頑張っていますので、劇場版は、親御さんや親戚の方など、ご家族総出で来てもらえると嬉しいです。板井博樹さん、イベントを振り返ってのコメント。このイベントを通してスタッフ役をして応援してくれるファンの皆さんに恵まれていた作品なんだと感。劇場版の制作にも引き続き関わっていきますので、期待に応えられるように頑張ります。よろしくお願いいたします。マックスウェルパワーズさん、朗読劇を終えてのコメント。最終回のアフレコが終わってしばらく経っていても息ぴったりなキャスト陣、またこういうオリジナルの新作エピソードを演じられて本当に嬉しかったです。アフレコでは自分の世界観に入ってしまいますけど、ライブ感が楽しかった。作品情報継承略、劇場版新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ X 公開表記2019年12月、全国ロードショーイベントでは主人公の即杉隼人役さくらあやねさん、小川秋田役沼倉まなみさん、大門山貫き役村川理恵さん、清流役新藤圭さん、総監督の池添貴博さん、監督の板井博樹さんが登壇。制作協力新また現部役マックスウェルパワーズさんが MC を務めたオフィシャルレポート。お盆真っ只中にもかかわらず満員御礼となった同イベント。まず行われたのは、事前に公式ツイッターで募集した質問に答えていく回答教えてシンカリオンのコーナー。シンカリオンに出てきたセリフ、用語で、現場やプライベートで使ったり、
流行ったりした言葉はありますか？という質問が寄せられ、さくらさんは、は、良いものだわげ、理由として、使い勝手が良い。現代で言う、尊いの代わりに使えます。と回答。作品の裏設定はありますか？という質問では、池添総監督から制作秘話やアフレコの裏話などが明かされる場面も、また、イベント恒例となっている新作、オリジナルエピソード生朗読のコーナーでは、このイベントのためだけに書き下ろされた最終話の少し前のお話や、キャストオーディション時に使用されたものの、本編では公開されなかった幻のシーンなどのオリジナル朗読劇を2本披露。声優陣の声で紡がれる物語に会場は聞き入っていた。続いてはみんなで見よう。シンカリオン最終話のコーナー。6月29日に放送された最終回第76話を大スクリーンでキャストとお客様が一緒に鑑賞。本編を見ながら、さくらさんたちによって繰り広げられる貴重な最終回生コメンタリーでは、門外不出の裏話も。池添総監督からは、最終回の超進化研究所の総合司令室の机はドクターイエローの形なんですと、プチ裏話も。ブラックシンカリオン用語をハヤト、秋田、貫きたち全員で追跡するシーンで、主題歌、シンカリロンが流れ始めると、会場一体となって、ガンガンズダンダンと大合唱し、エンディングで再び、シンカリロンが流れると、今度は桜さんはじめキャストもファンに応えるように歌い出し、会場が一つとなって最終回のよ。さらに、イベント内では劇場版、新幹線変形ロボシンカリオン。未来から来た新速のアルファ X の新着情報が解禁に。映画の舞台が北海道から始まるということが発表され、ハヤトたちの私服冬バージョンの画像や、制作ために行われた北海道ロケ班の様子を特別に公開した。劇場版で再び監督を担う池添総監督は、特別に許可をもらって新幹線が通るトンネルを散策してどこを登場させましょうかって相談しながらロケハンしました。とにかく寒かったと苦労話を思わず吐露する一面も。加えて映画で変形した姿を初めて見せる JR 東日本の試験車両アルファ X の紹介がスクリーンに映し出され、車両についての説明を受けたさくらさんは、アルファ X は、今の子供たちが将来たくさん利用するであろう、未来の新幹線になるために、今いろんな試験をしていますよね。そんな未来を背負っているアルファ X を、シンカリオンとして見られるのは、とっても夢があることですし、未来に進んでいる感じがしていいなと思いました。本物のアルファ X も、映画で描かれるシンカリオンのアルファ X も、両方注目してもらえたらと思います。と思いを語った。そして、アルファ X の運転手となる謎の少年の新情報として、アルファ X をモチーフにカラーリングされたパイロットスーツが公開。新キャラクターにキャスト陣も興味津々だったものの、この少年について池添総監督は、まだ何も言えません。と。キャストだけでなく、観客からも、と詳細を惜しむ声が上がった。最後に、さくらさんから集まったファンに向けて、劇場版も同じチームで作っていきます。12月に公開となる劇場版、新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ X の期待をますます加速させるようなイベントとなった。
登壇者コメント。さくらあやねさん、この作品に出会えてのコメント。イベントコメント。私たちが一つのエピソードを作るのに、アフレコに4から5時間、作画にはさらにそれ以上、たくさんの人たちが時間を費やしています。先ほど、皆さんと一緒にその中の一話を見て、それぞれの喜怒哀楽を感じさせていただき、費やしてきた何十時間が報われた気がしました。皆さんの声援には、そんなパワーがあります。劇場版も同じチームで作っていきます。期待に応えられるように全力で頑張っていきますので、ぜひスクリーンでまたお会いしましょう。また私自身、これから先のシンカリオンにもハヤトとして関われたら嬉しいなと思っています。沼倉まなみさん、この作品に出会えてのコメントイベントコメント。秋田のオーディションを受けたのが丸2年前だったのですが、その頃は放送の期間が延びたり、街中でハヤブサのリュックを背負って、シンカリオン、と叫んでいるお子さんを見たり、自分に返ってくる声を聞くことで、シンカリオンの世界やエネルギーが広がっていくのを感じて、ここまで来れたことをありがたく思っています。今日見た何倍もの時間のシンカリオンをスクリーンで見られるのがとても楽しみです。これからもハヤトや秋田たちを存分に可愛がっていってください。村川理恵さん、この作品に出会えてのコメントイベントコメント。シンカリオンは老若男女の方に愛していただいている作品だということを強く感じました。この熱もそのままに劇場版に臨みたいと思います。声優の声で甘いものとシンカリオンは最高だ。池添隆博さん、劇場版に向けて。本日はたくさんの方にお越しいただいて本当に嬉しいです。劇場版を早く皆さんに見ていただきたいので、やるしかない。という気持ちです。スクリーンで見ていただいて、うわっ、で驚いてもらえる作品にしたいとスタッフ一同頑張っていますので、劇場版は親御さんや親戚の方などご家族総出で来てもらえると嬉しいです。板井博樹さん、イベントを振り返ってのコメント。このイベントを通して、スタッフ役をして応援してくれるファンの皆さんに恵まれていた作品なんだと感。本番の制作にも引き続き関わっていきますので、期待に応えられるように頑張ります。よろしくお願いいたします。マックスウェル・パワーズさん、朗読劇を終えてのコメント。最終回のアフレコが終わってしばらく経っていても、息ぴったりなキャスト陣。また、こういうオリジナルアフレコでは自分の世界観に入ってしまいますけど、ライブ感が楽しかった。作品情報、継承略、劇場版、新幹線変形ロボシンカリオン。未来から来た新速のアルファ X 公開表記、2019年12月、全国ロードショー、スタッフ、監督、池添隆博脚本、下山健とキャラクターデザイン、青の床メカニックデザイン、服部めぐみ大音楽、渡辺俊之音響監督、三間正文アニメーション制作、OLM アニメーション制作協力、シン。